鏡山城は広島県東広島市にあった日本の城である。城跡は国の史跡に指定されている。文献での所見は干賞年間のものとされる小早川騎兵宛の細川勝本勘定内市である。追記時期は発掘調査から南北朝時代頃とされる。応仁の乱では秋国内は東西に分かれて合戦を繰り返していた。 そのためこの城もたびたび争奪戦の対象となり、秋の休止後の秋武田氏や沼田小早川氏の攻撃を受けている。時代が下り、大内義沖の時代になっても、この城の重要性は変わらず、大内氏の秋支配の重要拠点として機能していた。しかし、出雲の天子氏が秋国に勢力を伸ばしてくると、1523年に鏡山城もその天子氏当主、 甘子常久率いる秋国人衆の攻撃を受けることとなる。鏡山城主、倉田ふ信は奮戦し、天子軍は大きな損害を出した。天子氏に従属していた毛利氏当主、毛利雪松丸の後見人である毛利元成は、計略にて鏡山城を落城せしめ、倉田ふ信は自害した。元成はこの戦いにおいてもその有名を知らしめることとなった。 1525年に大内氏は鏡山城を奪回した。しかし、大内氏は蕎麦城や土山城を築いて拠点を移したため、鏡山城はその役割を終えたと考えられている。現在は城市公園として整備がなされており、崩れた石垣、井戸、土塁、縦堀等の遺構が残されている。ありがとうございます。